やっぱり。どうも、おかつよしです。今日もですね、ゆるく動画の方撮っておりますと。で、いつも僕、そうだいつも僕このね、先に説明しないといけないです。 iPhone で、最近アウトカメラで動画の方撮っておりますと。で、 iPhone で撮って編集してアップロードまでこの1台でこなしているわけです。で、いつも僕ね、これを使ってます。これスマホケース、ダイソーの商品ですね。で、バンカーリングつけてこういう風にこう撮っているんですけども、で、このスマホケースのご紹介でございます。僕いつもダイソーで最近買うんですけども、このソフトなタイプでこの柄がね、気に入っているんですよ。で、これがガールズトレンド研究所、ダイソーのですね、商品なんですけども、別に男が使っても問題ないかなっていうデザインのものをこうチョイスしているわけですと。これね、結構いいんですよ。ただ僕結構ハードに使うので、こうくすんでくる、透明感がなくなってくすんでくる。もともとブルー系なんですけども、透明感がなくなってくるということで、今日また新しく商品の方を買ってきましたっていうか、僕が買ったわけじゃないんですけども、一つ選んでもらえるということで、はい、こちらでございます。はい、ドーンと、ガールズトレンド研究所とダイソーの商品でございますね。 iPhone 6 6F 7ケース7まで対応できると。8はどうなんでしょう。8もいけるのかな。で、この柄が今回ちょっとね、なんか人気があるらしくて、たまたま見つけたらしくて、4種類交流の方してきたという形です。僕じゃないんですけどね。で、この中から僕一つもらえるそうなので、何色にしようかなと思って一つずつ見ていきましょう。こういう柄、こういうガールズトレンド研究所×ダイソーコラボ商品ですね。もう毎回ね、コラボ出してますけどね、今回これすごく人気があるそうです。一つ目、二つ目、三つ目、四つ目、4色で、今回ね、僕も実際見に行ったんですけど、確かにこれはね、ほとんどなかったんですけども、まだね、なんかね、こうシリコンケースでもうなんか派手なやつだったりとか、もうちょっとこれのシンプルなデザイン、透明系のデザインの商品もあって、いやー、いいなーと思って、で、僕はその時は買わなかったんですよ。なんでかって、これがあるんでまだ使えるかなとか思ってたんですが、一つもらえるっていうことで、何色にしようかなっていう動画でございますと。いや、ダイソーの商品、僕いつもダイソーコスメ使ってるじゃないですか。やっぱりありかなとか思いますね。で、僕いつもこのね、ダイソーのこのガールズトレンド研究所の商品使ってるんですけども、比較的この透明系が多いんですよ。透明系で、今回いいなと思ったのが、透明じゃないんですよね。透明じゃないから、これなんか新しいなと思って。で、何色にしようか、そうだな、ちょっとこの辺はなんか女性らしいような気もするんですが、いかがでしょうか。あえてピンク使ってもいいかなとか思うんですが、このグリーン、黄色、どっちにしようかな。この派手な JW アンダーソンのニットと合わせて、黄色ちょっと派手かな。あ、黄色もいいな、捨てがたい。どうしよう。あ、これにします。もう開けます、だから開けます。ガールズトレンド研究所ダイソー。いや、女性はね、いろんなものね、何、紙くくるゴムだとか輪ゴムだとか、なんか雑貨系がね、いろいろあって使えると思うんですけど、まあメンズはそこまで多分使えないと思うんで、スマホケースぐらいだったらと思って僕いつも買っていますね。結構僕ほんと動画でヘビーに使うので、なるべく耐久性が良くてっていうのをチョイスしているんですが、はい、こんな感じです。これは、おお、これもね、柔らかいシリコンタイプのケースですね。で、色付きのケースに、これ実はね、プリントじゃなくて、なんか1枚こう貼ってあるような感じなんですよ。でもこれいいかもしれないな。この柔らかいシリコンケースがいいですよね。まあ落としたらね、やっぱ割れちゃうような気がするんですけど、まあ多少の耐久性はあるんじゃないかなと思っておりますと。
で今回このモンスターシリーズっていうのがこのスマホケースでは人気があるっていうことで、なんか最初一気に売れちゃってなかなかなかったのがたまたま行ったお店にあったそうで買ってきたと。で僕1個もらえるっていうことでこのグリーンをチョイスしましたという緩めの動画でございますという感じでしょうか。はい、いかがでしょうか。まあ、このねニットも派手で、最近ちょっとモノトーンが好きって言ってたのに最近ちょっと色目使うようになってきましたという感じで、いかがでしょうかという感じかなと、感じかなと、感じかなばっかり言ってますね今日は。うん、まあそういった雰囲気で今日はゆるく動画の方撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひぜひこれ、はい、あのお活用し何セレクションっていう形で皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。なかなか可愛いシリーズだと思いますという感じで終わりたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。今日は噛んでるし、しかもなんとかっていう感じっていう言葉が多かったかなと思います。ではまた。